ショーツ履くんですよ、はい、で自分はまあ夏は結構ショーツ履くっていうところでコンフェクトのこれまでのショーツでいけばリネンのイージーショーツっていうスタイルが、まあ、結構浸透してちょっとあのもう少しこうシルエットになんかボリュームがあったりとかあとは生地に張りがあったりとか、はい、まあ、そういうタイプの方が、まあ、年を重ねるとより履きやすいかなというのが、まあ、あって、まあ、そこの意見も一致した上で、はい、ちょっと新しい形のご提案という形で、まあ私物で武田さんもカーゴショーツ履いてて、はい、まあ、本当にこう結構味が出るぐらい履いてるやつがあったんですけど、まあまあ、そういう感じのデザイナーの気分もあったかなと思います。今自分もそれに乗っかって今回は、まあ、カーゴショーツ新型でやってみようっていういきさつでした。4月にショーツ化というので、まあ、早いかなというのが一見思われるかと思うんですけど、はい、なんか上着をどんどんこう軽くしていく、まあ、そのちょっと前それを少し止めてでもなんか足元を少し軽いタイプのものに差し替えてい、くことでコンフェクターとやっぱり長袖のリネンシャツだったりもっと言うとあのリネンのライトジャケットっていうか、まあ、例えばパナマのライトカバーオールだったり、はい、リネンチノのカバーオールだったり、まあ、そういうこう軽い羽織ジャケットと組み合わせとしてはカーゴショーツって結構いいかなというご提案がしたくて、まあ、ゴールデンウィーク前4月にリリースっていう感じでした、はい、バランスいいかなと思う要因はやっぱりこのボリュームっていうんですか、ね、今回はこの設計自体はどちらかというとなんかこう、なんか古着の例えばミリタリーカーゴの例えば BDU パンツとか、まあ、そういったタイプをじゃあ正確に抜き取ろうとかではなくてまず深いこのプリーツを設けて、はい、ちょっと裾に向かって広がる台形型みたいなものの、そのシルエットの方を結構重視してる。でこの広がりと、まあ、このカーゴポケットのこのひだが膨らんだこのバランスとかが加わって、はい、グッとボリュームが足元に出てるっていうところですね。でストローブとコンフェクトに一緒にあの開発して使ってるあの明朝のあの大見ざらし の、はい、あのベザークロスっていうのがあって、まあ、それバッチリ合うなっていうところでなんかこう肌離れが良くて形が安定してで、まあ、さっき言ったようなフォルムができるのでちょっと上着がなんか T シャツとか半袖シャツとか薄くなりすぎずちょっとボリューム感のある上着で合わせれるかなっていうふうに思って、はい、このアイテムを、リリースしたっていう感じです。さっき素材の話少し触れましたけども、はい、コットンリネンの、ウェザークロス、ウェザークロスは、まあ、高密度っていうことになるんですけど密度を高めるために、まあ、綿の縦糸が結構毛羽が少なくてあのコンパクトヤーンっていう、まあ、いわゆるこう糸の周りの毛羽が、まあ、綺麗に整えられている上質な糸を引いています、まあ、その分密度がグッと詰めれるっていうことが大見ざらしというそのさらしの加工を加えることでギュッとこれもまた密度がさらに薄まっているのが特徴という感じです。大見ざらしはまあコンフェクトあとねストローブでもよく登場する基地加工でやっておりますけども、まあ滋賀の大見地方のですね、まあ、伝統的なさらしの技法と江戸時代の滋賀の琵琶湖の近辺が要は麻の産地だったそうなんですね。で当然そこに麻ですね。なのでまあどうしても硬い種類のタイプの麻で、それがまあ織物もその近辺で、栄えたと。でそのままだとこう衣服としてはすごい硬いので肌当たりが悪かったりとか、まあ、要因で使いづらいっていうところがあったんですけども、その、はい、大見地方は、まあ、滋賀県のこの琵琶湖からの流水、あと三重のあの鈴鹿山脈からの流水っていうことで、結構用水路のこう流れとか水がまあ上質でいいっていうその辺のこう地形の要因が重なって、まあ、要するにその水で織り上げた布をさらすという技術がまあありました。それが生地の腰、張り腰をちょっと柔らかく
砕いて抜けてくれるみたいなのが、はい、あるそうで、それがいわゆる近江上布というその、上布ってまあ布ですよね、まあ、あのその産物、その地方独特の産物、ただ折ったものじゃなくて肌にこう接しても柔らかいように、まあ、水でさらして生地の針、腰をこう砕いて柔らかくできるという技術で、そういった伝統技術をそのまま脈々とその、まあ、現地の工場さんというのは引き継いで、まあ、麻の、生地の仕上げ工場さんというのは、まあ、仕上げのみの専門の工場さんというのがもう100年以上歴史のあるメーカーさんがあるんですけども、はい、まあ、そこの、加工技術で、まあ、近江ざらしというのがあって、まあ、それをこう、まあ、別注生地にお願いしてやってもらってるっていう感じですね。こうちょっともみ上げていくとちょっと形が記憶されるような針があったりとか、はい、針があるんだけども、針ここポイントですね、密度で針があるんだけど肌当たりはめちゃくちゃ柔らかいというか、しなやかって言ったりシワがこうバキッと残らずに動いてる感じの自然なままで出てる、そういうところが、まあ、この生地加工の、まあ、特徴っていう感じ。カーゴショーツはやっぱりミリタリーテイストっていうのもあるんで、まあ、バックサテン、あとはチノ、はい、ウェポンとかコットンのこう小骨な生地感で、やっぱりそういうのが用いられることがやっぱ多いと思うので、そういうのとはちょっとこういい意味でギャップがある、もっと軽くて柔らかいっていう感じのものなので、はい、まあ、まあそういうところもちょっとこう履き比べてみていただけたらなっていうふうには。僕ね、カーゴショーツこれこのボリュームがあるんで、はい、案外あのサンダルとかじゃなくて、はい、もうクッションのいい、まあこれまあミリタリートレーナーなんですけども、ランニングシューズとか、あとはトレイルシューズとか、ボリュームのある靴を、はい、それ見た目的にもバランスが取れるかなと思って、まあ、こういうのは結構おすすめかなと思いますね。だからちょっと膝隠れても、まあ、これちょっと落としてますけど、はい、なんかこう長袖のブカッとした上物を着るんであれば、ちょっと膝隠れててもバランスがいいんじゃないですか。今回このドローコード内紐とバックギャザーゴムがついてて、でベルトループもついてるんで3パターンで固定ができるので、まあ、ウエスト位置を高く置きたいのか、はい、ちょっと落としたいのか、いろいろ気分に合わせて使い分けていただきたいです、はい、ショーツをあんまり履かないかなという方にも試していただきたい、はい、まあ、単純に気持ちよく快適に着れるっていう点、はい、あと生地もタフなのでぜひぜひ試していただきたいです。はい、はい、じゃあこれで動画はおしまいです。はい、ありがとうございます。